い、皆さんこんにちは。サキッチョナースのタキです。今回は女の子に嫌われないために最低限やっておくべきことというのをテーマにお話ししていこうと思います。私の動画では今までモテる方法などをメインに発信してきたんですが、その前に女の子に嫌われないということが大前提になってくるなと思ったんですよね。それで嫌われないためにすべきことっていうのはいろいろあるんですけど、もうねちょっと話し出すと朝が来ちゃうので、今回は外見編ということに絞ってお話をしていこうと思います。どれだけあなたがモテる知識を持っていたとしても、対面の時点で女の子に嫌われてしまってはモテるテクニックっていうのも披露できないまま終わってしまいますよね。これは本当にもったいなくて、私も皆さんにそうなってほしくないなと思ってます。なので今回は女の子に嫌われないためにこれだけはやっておいてっていうことをね3つ紹介したいと思います。これから話す3つのことは全て清潔感に関することです。私の動画ではよく清潔感っていうキーワードが出るんですけど、じゃあこのキーワードをどういう風に、ね、醸し出せばいいのかっていうのを内容に入れ込んでます。今回は外見編なので、もう今日からでも使えるテクニックになってるので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それではスタート。女の子に嫌われないためにやっておくべきことを1つ目、シワやシミのない服を着る。例えばもう洗濯物をそのままぐちゃぐちゃにねタンスに入れてたりとか、汚れがついたままの服をもう近くにあるから着ようとか思ってそれを着ちゃったりとかすると、その生活感っていうのがね丸見えになっちゃいます。ちょっと細かいかもしれないんですけど、女性は意外と見てます。これは恋愛だけではなくて、その仕事の場でも、あ、この人ってちょっとだらしない人だなっていう印象を与えてしまうので、ぜひちょっとここは押さえてほしいポイントの一つ目です。では次2つ目に、香りに気を使う。男性は女性に比べて代謝がいいので、どうしても汗をかきやすい人が多いです。汗をかくと老廃物がこう皮膚とかに蓄積をして、でそこからねこう雑菌が増えたりして体臭っていうのが発生してしまいます。で体臭の強い人のほとんどが自覚がないという人が多くて、こう知らず知らずのうちにもしかしたら周りに不快感をね与えてしまってるかもしれないっていうのが現実です。体臭の原因は様々で、日頃の食生活とかストレスなんかも関係してくるので、まずは生活習慣の見直しと、あまりストレスをためないこと、あとはこう体臭とかをねちょっと抑えるボディーソープとかも市販で売ってるので、ぜひそういうものを使ってみてもいいかなと思います。一番やってはダメなのが、その体臭の上から重ねてこう濃い香水をねかけたら、それがこう掛け合わさって本当にきつい匂いになるので、それだけはやめて、まず匂いを取り除いてから香水などの香り物をつけるようにしてください。では最後3つ目が、スキンケア。スキンケアって女性のものだけって思ってる方いませんか？もう今やスキンケアは女性だけではなく男性もする時代に来てます。人は顔が9割と言われていますが、それは顔がイケメン云々の話ではなくて、私はその清潔感とかそういう意味合いを含んでいるんじゃないかなと思ってます。皆さん一度考えてみてください。例えば顔のパーツが同一の人物がいるとします。で1人は本当に肌が綺麗な方、2人目はいかにもケアしてなさそうな肌がベタベタであったりとか、逆に乾燥しすぎてカサカサのお肌の方だったら、どちらに好感を抱きますか？その時に多くの人が前者の肌が綺麗な方を選ぶと思うんですよ。私自身もお肌のケアにはすごくこだわっていて、でその理由は先ほど話したように、肌の印象が人に与える影響っていうのをすごく大きなものだと思ってるからなんですよね。やっぱりなるべく人に与える印象を良くしたいじゃないですか。とはいえどういうものを使っていいかとか、男女同じものを使っていいのっていう話なんですけど、男女の肌はホルモンバランスの影響で性質が全く異なります。なので今回はその男性用のスキンケア用品で何かいいものないかなってずっとこう探してたんですよね。でその中でもバルコームというねメーカーのスキンケア用品がすごく今人気です。今回は実際に私がこう使い方とか、実際お肌の状態はどうなるのかっていうのをねレビューしていきたいなと思います。はい、では今からスキンケアをしていくんですけど、完全に今すっぴんなんですよね。ちょっとちゃんとケアしたいなと思って化粧も全部落としました。
YouTube でなんかね、あの化粧してないの初めてなのでめっちゃ恥ずかしいんですけど、ちょっと今日はこれで頑張っていこうかなと思います。今回注文したのがこの洗顔とこの泡立てネット、これはウルオス用の保湿のトナーですね、化粧水になります。スキンケアの基本は洗う、ウルオス、保湿の3ステップなので、今回はねこの2つを使って洗うとウルオスをやっていこうと思います。ではちょっと準備の方をしていきます。まずはこの洗顔料、泡立てネットを使って泡を立てていきます。あと泡立てネットを今濡らしてきたんですけど、ここに洗顔料をねつけていきます。こうね、こんな感じのおしゃれな、ね、デザインなんですよ。このぐらいですかね。まずちょっとのせて泡立てていきたいと思います。このネットすごいきめ細かい泡がねできてるんですよ。ほら見えるかな。あ、前髪上げるの忘れてた。ちょっと前髪を上げていきたいと思います。悲しい、なんか七三分けみたいになっちゃったけど、はい、じゃあちょっとこんな感じでやっていきたいと思います。はい、でこんな感じでちょっとしっかりね泡ができたので、これをね顔にのせていきます。本当だったらお湯とか水で一旦顔をねこう数回流してから洗顔料をねつけた方がいいんですけど、ちょっと今日はね動画撮影なんで濡らさずにつけていきます。どういう状況？このおでこと鼻の部分が T ゾーンって言われる部分なんですけど、ここはね油の分泌が結構多い場所っていう風に言われているので、ここはね割と念入りにいつも洗うようにしてます。なんかこう心向けてるのはゴシゴシこすらないことですね。本当に泡で顔を洗っているっていう感じですね。男性だったらこの U ゾーンっていうヒゲ剃りとかによってダメージをね受けたりとか、まあ、乾燥したりとかするので、そこもねちょっとこう気をつけて洗ってもらえたらなと思います。でまあこんな感じでね全体的につけて、今日ね動画なんで目元はねちょっと洗わずに行くんですけど、まあ普段だったら全然がっつりと洗ってます。なんか今使ってる感じ、泡がもう本当に濃厚すぎて、わかりますかね、このなんかしっかりとした泡感とね、これで流していきたいと思います。はい、では今洗顔を洗い流してきました。本当にすっぴんだ、これ大丈夫ですか。ちょっとチャンネル登録外さないでくださいね。ちょっと洗い上がりの感じを伝えれたらなって思うんですけど、はい、ですごくの洗い上がりがねもっちりしてる感じです。うん、なんかさっぱり感もあるし、でもちゃんとしっとりしてる感じ、肌の内側が。では次はねこの化粧水をつけていきます。はい、で化粧水はこんな感じで、もうすごくおしゃれなんですよ、デザインも容器も。これはね500円玉ぐらいをね出したらいいっていう風に言われてるんですけど、うん、いつもこんな感じでちょっとこう手の体温を使って温めながら保湿をねしています。で結構男性だったらこういう保湿とかってあんまりされてない方も多いかなと思うんですけど、保湿ってすごく大事で、こう肌が皆さん結構ベタついたらスキンケアとかクリームとかもつけない方がいいんじゃないかって思う方もいると思うんですけど、でお肌が乾燥すると過剰にね油分が出てしまうんですよ。それがこうギトギトしたお肌の原因になってしまうので、逆にお肌がね油っぽい方はこう保湿をねちゃんとすることもねすごく大事っていう風に言われてます。で乾燥肌の人はねもちろん保湿はね大切なんですけど、お肌はターンオーバーって言って28日周期でねこう再生してるんですよ。で古い角質をどんどんこう上に押し上げて、新しい皮膚をこう上にねどんどん持ち上げるっていうそのサイクルがあるんですけど、紫外線とかその乾燥とか、まあ、そういうストレスによってそのターンオーバーがね遅れてしまって、ずっとこう古い角質が残ったままになってお肌のね状態が良くないっていうことがあるので、このねちゃんとこうしっかりとターンオーバーをするように、こういうね日頃のスキンケアっていうのはすごく大切です。でスキンケアの回数なんですけど、朝晩の2回が理想的です。まあ洗顔で顔洗って化粧水をつけた状態なんですけど、すごくねもちもちなんですよね、お肌見えるかな、これ
こう結構化粧品とかって保湿力高いものって変にねもうベタベタしちゃったりとかあるんですけど、全然ねこちらはなくって、もうすごい使いやすいなって思いました。はい、で今日はこのバルコムのフェイスウォッシュとトナーの方を使ったんですが、本当にねすごく良かったです。私の周りの男友達とかでもバルコムのものを使ってる子ってすごく多くって、なんでねそれだけこう質がいいんだなっていうのを今日特に実感しましたね。もうね今回私が使ったこのバルコムのフェイスウォッシュとこのトナーの方ね、ちょっと気になったと思った方はぜひ概要欄のねリンク貼ってますので見に行ってみてください。はい、ということで今回は女性に嫌われないためにやっておくべきことを3つお話ししましたが、いかがだったでしょうか。今回は外見編ということだったので、ぜひもう今日からでもね実践していただければなと思います。今回の動画が少しでも役に立ったとか、ちょっともう早速実践してみようって思ってくださった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイビー。